いろいろトラブルになって1200万借金抱えて、そこから一時的に派遣業やったりとか、デリヘルのドライバーやったりとか、あとはテレフォンアポイントやったりとか、そういう時期もぶっちゃけありましたね。でも当時ね、僕はいろいろね、その会社辞めて大変なこといっぱいあったんですけど、工場にいる時よりもずっと楽しかったんですよね。工場にいる時よりもしんどいこととか嫌なこととか苦しいことっていうのはぶっちゃけあったんですけど、工場にいた時よりも借金してる時の方が楽しかったんですよ。それがなんで楽しかったのかっていうと、成長を実感できてたんですよね。なんか自分の中ですごいいい経験をさせてもらってると、若くしていろんな失敗をさせてもらって、すごい自分は今レベルアップしてるんだっていう根拠のない自信というか、根拠のない実感があったんですよね。だからこのステップを踏んでいけば俺は絶対すごい男になっていくぞっていうのが自分の中でなんか理解できてたんで、ずっと前を向いて進めたっていうのはあります。それと僕はもう工場を辞めてその人の話聞いた時点で、俺絶対成功できるっていう確信があったんですよ。だから僕は工場を辞めてすぐに前津さんが大学行ってたんですけど、前津さんって兄ですね、カメラマンとか一緒にやってもらってる兄がいるんですけど、大学行ってたんです、鳥取大学。辞めさせて俺についてこいと、俺は絶対成功するから一緒にやろうと、 100% 俺は成功するから、いつ成功するか分からんけど、俺は成功のロジックは分かった。成功哲学じゃないけど、なんかもう成功の仕方が分かったと、俺は。だから、絶対いつか俺の言うようにやってたら、絶対成功するから、一緒にやろうと。俺の弱点を補ってくれっていう風に言って、何度も口説いて、マイスさんは大学辞めて一緒にやってたんですよね。だからもう、僕の中では、ちょっとの失敗とか、ちょっとの借金ぐらいじゃ、諦めるっていう選択が出てこなかったですね。そういう発想が出てこなかった。もう成功するって分かってたんで、自分の中で。だからなんか、失敗しながらも、ずっと前に進んでいってる。僕の中ではもう、失敗っていう感覚もあんまなくて、すげえ俺レベルアップしてるなっていう感覚でずっとやってました。で、その借金抱えてる時に、まあ派遣業いろいろやったりとかしてた時の裏側でやってたのが、インターネットを使ったネット系のビジネスなんですよ。で、そのネットに目をつけた理由っていうのが、すごいもうシンプルなんですけど、僕営業してて、売り上げがすごい上がったんですよね、簡単に。営業成績がすごい良かったんですよ。そこは生まれ持っての天性のものかもしれないんですけど、営業がすごくうまくいったんですよね。で、それをなんかそうやってる時に、これ1対1でしか話せんの効率が悪いなって僕は思っちゃったんですよ。これもし、俺の営業を1人じゃなくて、もう10人、20人、30人、100人、1000人、1万人にできたら、一発でできたら、すごいことになるんじゃないかっていうところから、じゃあもうそれネットを使うしかないんじゃないかと思って、インターネットに目をつけた。やっぱ結局まあネットがその当時も来てたんで、インターネットを無視はできなかったっていうのもあったんで、何かしらネットで稼げる方法を探してみようと思って、ネットで稼ぐ方法みたいな感じでもう調べて、一番最初に見つけたのが FX。で、FX はね、まあ僕からするとなんかもうすごい簡単そうに見えたんですよね。ちょっとやりとりするだけでお金が増えるみたいな、こんなん俺やれるんじゃないかみたいな、しかもなんか楽しそうだったんですよね。 FX って簡単そうだったから努力必要ないんじゃないかって思わされるぐらいなんか簡単そうに見えたわけですよ、俺からすると。バカみたいな話なんですけど、で FX やろうと思って、借金があってお金もなかった、でも FX やりたいで、当時身につけてたロレックスとかを売ってお金を作って、まあ当時100万か200万ぐらいできたんかな、それを借金返済に当てるんじゃなくて FX に全部つぎ込んでね、スタートして、でもう1ヶ月ぐらいで全部なくなってね、もうめちゃくちゃもう負けに負けて、ほとんど勝てなかったですね。 FX やっても最初の調子乗ってねやってたんですけど、どんどん負けていくから、もう本当に小さく小さくもうなんかかけながらやったけど、全然ノートとかつけながらやってましたからね、全然勝てずにずーっと減っていくんですよ、ちょっとずつ。で、あ、これ違うな、そもそもなんか楽して稼ごうと思ったらダメだと、これじゃないと、また同じでうまく失敗を繰り返そうとしてると、こういうのじゃないってなって、最初は稼げなくてもいいから積み上がっていくようなことをしようと思ってアフィリエイトをスタートした。まあだから本当に僕ってやってみて、あ、ダメだなってなって学んでもう一回っていう、本当このトライアンドエラーをずっと繰り返してる、試行錯誤をずっとしてる人生なんですよ。成功してる人のほとんどがそうだと思うんですけど、本当にもうそれだけなんですよね。だからなんか特別何かこのすごいことをやったっていうわけじゃなくて、本当に地味な、なんていうかな、地味な反復ごときを続けてるみたいな、本当にそんな感じの数年間だったんじゃないかなと思ってます。で、そっからいろいろあって YouTube に出会います。そんな感じで、ね、今回の方がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。よかったらグッドボタンもぜひ、ツイッターでのセカンドチャンネルファンクラブやってますので、また見てください。じゃあ、ここはこれで終わります。ありがとうございました。